にちは、グッピーこずえです。イエーイ、おうちカフェしまーす。ダンピングおうちカフェみたいな感じでタフマルジュニアとか使ってやってみようと思うんですけど、ちょっとびっくりしてんけど、ダイソーからホットサンドクッカーが出て、それも結構びっくりしてたんですけど、ホットサンドクッカー2つ持ってるからなと思っとったんやけど、ほらワッフルメーカー出たら買うっしょこれ。ワッフルメーカーね、2500円とか3000円とかするやんか。もうちょっとするやつはもうちょっとすると思うんだけど、ちょっと見てこれ、ダイソーで1000円、1100円ってなったらもう買うやん。普通にワッフルやるのもできるけど、やっぱりいろんなねことできるし、キャンプの朝ごはんにもいいやろし、カフェデイキャンプとかもいけるやんか。いや絶対楽しいやん思って、ちょっとこれをねまず開封していきます。で今日はこれでおうちカフェしようと思うねんけど、あのワッフルって生地から作るってなったら結構しんどいやんか、面倒やんか。でも簡単にワッフルっぽいものを作って今日は食べたいと思います。だけを開けよう。ちょ見てこれ、もう絶対買う見た目してるやん。で最近さ、こういうものなんか岩谷のコンロもそうやねんけどさ、絶対なんかな、ちょっと業務用負荷、なんかお店とかでは無理ですよみたいなことが書かれてる時が多いです。てかめっちゃマッハで何個も何個も焼くんやったらちょっとやばいでみたいな感じだと思う。ちょっと待って、ババーン、あ軽い、プチプチも入ってます。プチプチで遊ぶこともできます。うわー、普通にワッフル、あーなるほど、おー、え、かわいいやん。いいやん、シンプルイズベストやんな。ほら、これってもしかしてフッ素加工になってんの、もしかして。お前、フッ素樹脂加工なので、こびりつくくお手入れも簡単。ワッフルの生地を流し込んで焼くだけで、あっという間にワッフルの出来上がり。お好みのトッピングでオリジナルのワッフルが作れます。ご家庭だけでなく、アウトドアでも気軽にワッフルが楽しめます。それ狙いです。直火専用。これ多分 IH とか無理なんかな。電磁調理器では使用しないでくださいって書いてるわ。中はこんな感じで、まあ、ワッフルメーカーを買ったことがないのでちょっとよくわからないんですけど、こう凹凸がついていて簡単にワッフルが焼けるっていう感じになっております。こう私が持ってるホットサンドクッカーと比べたら、ここら辺がちょっとだけちょっとほんのちょっとチープかなっていう、ちょっと細くてこの辺の感じがちょっとチープかなっていう感じはするんですけど、何ら問題なく使えそうですね。今日はコーヒーもガリガリしようと思って、キャンドゥのコーヒーミル、お家でも結構楽しく使えるので、今日はカフェや、カフェなんか一個も行けてないで。もうさ、高いとこのカフェとかってさ、普通に1000円とかさ、ケーキとコーヒーのちょっとややこしいのとか飲んだらさ、もう1500円とかたちまち行く時もあるから、もうこれでもう1500円なんよね。なんかキャンドゥのさ、コーヒーミルさ、何を言えばここがさ、こう持っとかないとトンって落ちてくんねやんか。だからさ、ここにこうコーヒーミルを置いとって、あ、コーヒー入れようと思った時にあれ下ないっていうこととかもあって、でこう回してる時は絶対ここを多分空中に浮かせて回すとしたら、ここを押さえとかなんかって感じ。そんなんでさ、別に500円で買えんやったらさ、全然ええよな。500円やったかな、全然いいよな。カフェ万歳さん、なんかもうめっちゃコーヒーのめっちゃいい匂いがして、もうこれだけでめっちゃ幸せな気分になる。いいなーこれ、なんかめっちゃ幸せや。いい匂いする。でもな、結構なかき氷の家かき氷ぐらい回さなあかんねんけど。軽く洗ってきたから一回ちょっと火入れてみる。ここがさ、なんかちょっと燃えそうな素材やから、焚き火とかそんなんでやるのはちょっと気をつけた方がいいかもしれない。もう焚き火とかでやったらなんかすぐ焦げそうやけどな。あ、今一個気づいてんけど、これさ、こうなってて、ここを取り外しができないっぽい。ほとんどワッフルにしか使わへんから、まあいいんやろな、それで。ホットサンドクッカーとかやと、こうやって取り外しができて、これだけで、まあ、ウインナーとか焼けたりとか、そういうこともできるって感じ。これでウインナー焼いたりとか絶対にせんからさ、まあいいかって感じやね。でもって、ワッフルを、生地を作らんと、どうやってワッフルっぽいものを作るかというと、じゃーん、ミニミニクリームパン。まあミニじゃなくてもいいねんけど、クリームパンを手で挟んだらワッフルっぽくなるので、ちょっとやってみます。何個いこうかな。でもそれワッフルちゃうやんって感じやね。でもクリームパンやんとか思うかもしれへんけど、
ワッフルです。ワッフルにします。私がちょっとなんかバターを軽く塗っとくわ。これでもなんか洗うの大変そうっていうのはあるよね。ちょっと軽く熱したからバターもちょっと溶けてくれていい感じですけど、溶けすぎて嫌な感じですどうしよう、振ったらいいか。こんな感じでパンを入れます。2個いけるかな。2個いっちゃおうか。お、よいしょ。で、多分やねんけどこれ結構焦げやすいと思うしすぐできると思うから、ちょっと準備してから焼きに挑みます。ちょっとお芋とかちょっと添えたら美味しい感じじゃない。そう、でもチョコレートがちょっとないからいい感じ。こんな感じで切れました。コーヒーちょっと粗いかなって感じやけど、しかもこのコーヒー落とすやつもめっちゃすごいで。これもだいぶ前に100均 DIY で作った植木、ちっちゃい植木とか置くちっちゃいベンチで作ったコーヒーメーカーでございます。釘もね何もいらんくて、これはね陶器のコースターみたいなやつをここに置いて板の上に乗せてみたいな。電動のやつとかも一回は買ってんけどさ、やっぱりちょっとこれで全然いける何年使ってんねんっていうぐらい使ってますこんな感じでコーヒーを入れながらちょっと焼いていきます。すぐな、絶対すぐ焦げると思うね。ほんまに要注意や で、このホットサンドメーカーってこの余熱でも焼けちゃうから、ほんまにあのできたなと思ったらパッて開けないと。これでもさ、私服のおうちカフェで焦がしたら嫌やねんけど、キャンプで食べるとかやったら焦げてても多少は、いや全然ええやん、外で食べたら何でも美味しい、ガッハ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 ッって感じになるけど、おうちカフェで主婦の安らぎの時間みたいなんで焦がしたらほんまに嫌やから何回も見ます。めっちゃワッフルでもちょっと焼かへんかったらもう完全なるクリームパンを食べてるっていう感じになってしまうから、それはそれで嫌やねんな。火力をあんまりこうガバガバにするなって書いてた。これでもやりながらやりながらやったら焦げる。めっちゃいい匂いしてきてんねん。もう一回も開けよう。あ、まだやろ、全然まだやろ。ただのクリームパンやわ。デコボコのクリームパンがあった。すごいバターの焦げるいい匂いがしてきた。焦げる？バターのなんかいい匂いがしてきた。もう火切ってもいいかもしれん。いくで、3、2、1。うわー、できてる。でもちょっとギュッギリになっちゃう。この辺とかちょっとさ、ちょっと焦げるかなぐらいになってもうてる。めっちゃすぐ焼けるんやきっと。おー、楽しい楽しい楽しい。ギリギリやん。ギリギリでいつも痛いから、ああ、うわー、ちょっと見てよこの可愛いの。マネキンのワッフルみたいになっとるよ。これ誰がクリームパンやと思う？ほんまめっちゃいい感じ。センスはないんです。センスゼロなんです。けど、どうやってバナナとか添えたらオシャレ？ちょっと待って、肉球みたいになってる。ちょっと待って。どうやって添えたらオシャレなの？なんか散らばす感じかな。ちょっと待って、なんかカエルみたいになってて変やねんけど。どうしよう。こんなんちょっと、こういうのちょっと変やんな、多分。くっそー。くそー。盛り付けのセンスが、くそがー。そう、いや分からん、なんじゃこれは。蜂蜜かけます。蜂蜜をなんかかけたら全てが丸く収まるって感じやと思います。できた、いやー、いい感じ。肉球風クリームワッフル出来上がり。はい、ということで肉球風ワッフルできました。あ、はい、コーヒーもねいい感じで落とせております。うわ、充実、キャンプカフェみたい。なんかこれをさ、別に普通に食べることもできんねんけど、できんねんけど、こうやってオピネルできるとなお、いやー、美味しそう。こう見てちょっとクリームがねじわって出てくるって感じで、めっちゃ美味しそう。じゃあちょっといただきます。なんかちょっとせっかくなのでちょっとキャンピングチェアに座ってみました。はあ、苦い、難しいな。食べてみよう。いただきます。美味しい、めっちゃワッフルっぽい。いや、もうこんなんやったら私みたいなめちゃくちゃ撤収大急ぎキャンパーでもキャンプの朝ごはんにできるって感じ。うまい。うんうんうん。どうしてもな、ホットサンドクッカーさ、
家族とかやったらさ、一個じゃ足りひん朝ごはん、もう一個お風呂稼働させなあかんやんか。でもこんなんやったらさ、すぐできるな。めっちゃうまい。それなんか子供らはこっち食べて、大人はホットサンド食べてもいいし、全部半分こしてもいいですよね、これ。めっちゃいい。めっちゃいいやん、これ1000円やって。1000円なんかさ、ほんまさ、ちょっと高い店でさ、ビールさ、2杯飲んだらもう1000円とか行く店もあるやんか。ほんまに、めっちゃ、たとえ、お値段のたとえをいつもそれに持っていって、お芋と食べてもめっちゃうまい。多分これチョコレートとか、おまけげんやけど、クリームチョコバナナとかも絶対うまいと思う。ほんで、なんかおしゃれに行きたい人はシナモンと、シナモンと生クリームとかもう一回ちょっと、とかクリームチーズとかも絶対美味しい。自分がこんなにカフェっぽいこと喋れると思えへんかったわ。それに今驚いてる。微妙にこう、机と椅子の高さが合わずして座り替えました。ほんまミルフィーユするわ。芋と、バナナと、クリームと。いきます。めっちゃ楽しい。これやっぱ買いやな。買いやわ、これは。やっぱこの自粛生活でおうちカフェとか、おうちでなんか作ったりとかするの楽しいなって思って。今日はっていうか、まあ今日はちょっとほんまに肉球風の盛り付けになったけど、多分私が思うに、なんかミントとかブルーベリーとかも、あの業スーとかで売ってたり、ファミマとか、何やったかな、どっかセブンイレブンかな、なんかそんなんでも冷凍のブルーベリーとか、売ってるから、それをちょっと散らすだけで、さっきの肉球風の盛り付けは免れると思うから、そういうの使ったら結構こう、ママ友のおもてなしとかにも喜ばれるかもしれん。こんなん簡単やし、キャンプとかでママがゆっくりする時間とかに作ってあげても、めっちゃ、夫最高ってなる。もううちは絶対そういうのないけど、うちはもうサバとか焼いてくるし、なんか設営とか終わってちょっとゆっくりしようっていう時間に、もし旦那さんとか彼氏とかが作ってくれたらもうやばいと思う。好きレベルがもうこれぐらいやってもうバーン上がると思うで。テーブルを置いて、やっと設営終わったな。疲れ。ちょっと飲むには早いな。じゃあちょっと私今のうちに夕ご飯の用意してくるわ。じゃがいもと人参の皮むいてくるわ。ええよええよ、それは俺がやるから。え、嘘。とりあえずお前はじゃ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 ーん。何それ、もしかしてワッフル作るやつじゃん。そうや、これで簡単にワッフルっぽいもん作れるから、まあこれでたまにはゆっくりしいや。いいの、このクリームパンをこう挟んで。それってワッフルちゃうやん、クリームパンやんとか言いながらもう楽しい。クリームパンを焼いたらワッフルや。お前分かってんな、ほんまお前って分かってへん、ほんまお前ってアホよなとか言いながらももう楽しい。クリームパンで作ったワッフルと俺が落としたコーヒーやで。ちょっと待って、これさっきとは打って変わってワッフルなんですけど。あどうし、チミツをかけてフルーツを飾って。ここってカフェですか。楽しい、おいしい。コーヒーって自分で入れるより人に入れてもらったらめっちゃ美味しいよな。パリ食べたやろ、この中にまだ入ってるからお前にどうぞ。なんだ、なんで立て膝ついてくれる。婚約指輪の渡し方やからそれ。クリームパンちゃうやん。ワッフルメーカーすぐ熱なったけど、私のハートもすぐ熱なったわってなるわ。でもこういうサプライズもいいよな。なんかよかったら男性の皆さんどうですか。ただこのワッフルメーカー熱くなっちゃうんで、指輪めちゃくちゃ熱くならないように気をつけてください。定期的に妄想女子ご飯という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなって思ったらグッドボタンを押して応援してください。週やるって言っときながら、やっぱりちょっとね、なんか仕事が1ヶ月全部なくなって半泣きになった YouTube 動画を出したのに、今ちょっと入ってきてる仕事がすごすぎて不安でちょっと半泣きになってるんですけど、たまにあのみんながうざくならん程度に妄想女子ご飯更新していこうと思いますので、ぜひぜひ楽しんでくれたら嬉しいです。ではではでは、ワッフルメーカー最高。